2024年3月15日23時58分並びに0時3分をもって金沢駅の白鷺とこの普通列車を最後に JR 北陸本線福井駅の幕を下ろすこととなります。午前0時というには言い難いぐらいの賑やかさを持った夜から少々眠りを挟み、翌朝5時頃3月17日 JR ダイヤ改正日土曜日、ここは変わりましてハピライン福井となりました。福井県福井駅、本日より福井駅はハピライン福井の福井駅として、 JR 線はそこに乗り入れる形で新たな再スタートを切りました。朝の5時が回った頃合いの割にはこの賑やかさ、本日の開業ぶりがこんな早朝からでもよく知れます。昨日までは北陸本線の名を冠していました。そのため電光掲示をじっくりじっくり眺めてみると、ふとしたところに北陸本線の名残が、開業もひっそりとその姿を見ていたかもしれません。各駅ハピラインが開業したことによりお祭りムード、竹府駅ではおもつ兼ティッシュの配布が、河原温泉では式典兼いろいろパレード並びなイベントとしてもう一種お祭り騒ぎとなっていました。私もちょっと楽しませていただきました、いろいろと。それから6時間少々の時が経ちまして、ここはハピライン北陸新幹線河原温泉、本日1日気になるイベントもあったんでほぼ河原温泉で過ごしたと言っても過言ではありませんが、さてこのハピライン福井河原温泉駅ですけれども、昨日まで JR 北陸本線でした。それが今日半世紀ハピライン福井として新たな再スタートを切ったわけです。なんで塗装が間に合うわけはありません。青と白銀が主体のよく見た JR カラーが当面の間走ることとなります。順次ハピライン色の車、 IR 色の車に塗り替わるってわけです。でなんで阿波羅温泉に来たのかって言いますと、さっきも言った通り1日ほぼ阿波羅温泉にいたわけです。というのも本当で気になったイベントが1個あって3日前ぐらいに知ってね、で早速行ってみようと思って、でもちょっと心なしか早めに行ったんですよ。それがどうやら功を奏してですね、9時ぐらいに着いたんですが、その時点で目的のイベントの整理券をもらうための列がもう40人ぐらい待ってました。配布時間は10時からです。すごいですよね。やっぱりとあるアニメのね、あのキャストさんが来はるイベントやったんですけど、いやーすごい、それも小倉から来たりとかですね、自作で T シャツ作ったりとかね、すごい人ばっかりいました、いろんな意味で。いやもう技術を分けてくださいっていうレベルですよ、裁縫に至ったら。特に世界はやっぱ広いもんですね。どうやら当たりか。さて乗ります車はこの阿波羅温泉始発の福井行き、タンク間の普通列車です。さてこの普通列車には何の用があるのかって言いますと、それはまだ秘密です。さて列車は阿波羅温泉2番とかいうとんでもない方向から福井方面へと走ります。北陸線時代無論こんな折り返しはなあされていませんでしたね。できたとしても120-130でぶっ飛ばしてくるサンダーバードや白鷺、そこにいつ来るかわからないレベルの、まあ決まってるけどね、貨物も来る、そんなダイヤで普通列車が2番から折り返すなんてやっていませんでした。阿波羅温泉駅はだいたい1番乗り場3番乗り場どっちかからの折り返しという風に回していましたが、特急がこの地を去ったおかげでだいぶ余裕ができたんですね。阿波羅温泉2番折り返しとかいうとんでもないものが生まれています。これは逆に特急がいなくなって北陸新幹線に移管されたからこそできる在来線の変化が見られる場面じゃないかなとも思います。特急がねこう直通して運転されるというのはまあ便利です、それは便利です。ただ地域的に見て普通電車しか利用できない人たちの方を見てみれば、在来線から特急が去った寂しさはあるものの、普通電車がこう柔軟に既存駅の折り返しのバリエーションを増やすっていうのは、本数や運転的な面で見ればかなりメリットになるんじゃないかなって初日から感じた次第です。さてあっという間に終点福井に到着。この列車は福井駅までの運転です。回送列車に変わりますからね、降りることにしましょう。
右側にいるのが次に乗ります敦賀駅。こっちは回送電車となり車庫に引き上げないんです。あわら温泉から福井に来たこの列車ですが、ここから先はこのまま引き続き快速敦賀行きになります。もう一度言います。ここから引き続き快速敦賀行きとなります。さっきもちらっと触れましたが、北陸新幹線が開業したことにより金沢敦賀間の特急列車は全てとりあえず敦賀までしか行くことができなくなりました。福井まで来ることはない。その代わりに特急と似たような走り方をする快速電車を走らせようとなったわけで、福井から敦賀の間に関しては快速列車が1日数本運転されるようになっています。ただこの快速ですね、試し乗ってもこれから乗るにも分かるんですけれども、ほぼ特急なんですよ。編成は2両ととても快速とは思えない可愛らしさですが、それはまあ表の顔でして、この名に恥じないえげつい速い走りを見せてくれます。どこまでそれを伝えれるかがちょっと私にもね分かりかねますけれども、これからこの快速敦賀駅並びに変わりました在来線特急北陸方面の特急列車を乗り継ぎまして関西方面へ向かいたかったです。向こうに見えますハピラインの塗装の車、撮影時点ではあの一編成しかいませんのでね、まあ、元へ一昨日も昨日まで北陸本線やってましたから、一気にパッと桜色が染まるというのはもうちょっと先の話かもしれません。本当の第一歩始まりの春は少し先のお話です。18時49分僕ハピライン福井駅を後に列車は一目散に敦賀へと目指します。加速もふわっと見てもらうと分かりますけれども、もう74キロ、この加速飛び出し具合は白鷺サンダーバードと変わりません。ご乗車いただきありがとうございます。ハピライン福井は本日県民鉄道としてスタートいたしました。ハピライン福井は安全を最優先で考え、安心してご利用いただき、県民鉄道として皆様に愛される鉄道を目指しております。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。この電車は快速敦賀行きです。途中、サバエ、タケフ、ただ両数が2両になっただけ、521系になっただけ、だいぶ変わるなこれまあそれでも走りに関しては白鷺やサンダーバードにも負けず劣らずな走りっぷり、118キロ、まあほぼ120キロですね。521のトップスピードかな。越前波南道を通過、これ雲波に乗ってるんですけど、この速度の割にモーター直上の割にかなり静かじゃないですか。ちょっとかなり伝わりづらいかもですけど、ちなみに外から見るとこんな感じ。この速さはどう伝わるのかっていうと、まあ予想通りです。車内はぶっ飛ばしても結構静かで速くて、外から見たらまあ飛ばす飛ばす、こりゃもうそれ人気になるわけだ。どうやら快速結構いい声が上がっているようです。そりゃそうですよ、今まで普通列車が特急かの2択で、特急は料金がお金がかかる、そういったことしかできなかったこのエリアで、乗車券あれば通過運転の列車乗れるんですよって言ってるんですからね、人気の声が上がるに違いがありません。しかもその拾い方も上手くてですね、列車は最初の停車駅8分少々でサバイに到着。この拾い方がねまたいいんですよ。敦賀福井というのも多分あるとは思いますが、それよりもなんか福井、サバエ、タケフといった途中駅の需要っていうのが強いかなって感じましたね。やっぱり早く行けたとしても各駅に止まるものと、早く行けてなおかつ通過運転までするものとはここまで差が出るもんですか。やっぱ恐ろしいもんだ。ちなみにサバエのお隣がタケフです。わずか5分ほどで着きます。やっぱりここの竹譜でもね結構降車があったわけですが、同時にさらに南、南西、東方面へ向かおうとする人の姿もわずかに感じました。サンダーバードの大阪方面、白鷺の名古屋方面、昨日までは竹譜から1本で行けましたが、今日からはそれができません。
竹府からは敦賀まで乗車した後、サンダーバードと白鷺に乗り継ぐ必要があります。乗り換えのデメリットが生じていますが、まあ、この快速だったらプラマイほぼゼロじゃないですかね。福井から鯖江、竹府と止まってですね、これもうただの特急の停車駅だったんですよ。ただこっから敦賀にしちゃうと、もうこれは特急列車じゃんってなっちゃうので、さすがにそれはまずかったのが、この快速南城もしくは今城のどちらかにこの後泊まります。このどちらかに泊まることで、さすがに白鷺やサンダーバードと同じ停車駅は回避したようです。いや、まあそりゃそうですよね。だってもう特急じゃないですか、走り方がもう完全に。10キロほど遅いです。両数も少ないですけど、もう特急なんです君。快速って言ってるのはね、お世辞みたいなもんです。南城の停車、今城の停車をしているのも、この区間内で多分1、2を争う需要を見込める場所として選定したんでしょうかね。で、気になって調べてみたら、やっぱりそんな感じがしました。竹府から敦賀の間において南城が一番多かったんですよ。その次に今城っていう感じに流れていたんで、やっぱり快速停車駅でかつ竹府敦賀間で乗降の多い駅を選んだっていう形になりそうですね。絶対そうじゃないと南今城が選ばれる可能性の世界線だってあったわけですよ。あ、ちなみに南今城ってどこかと言いますと、ご案内いたします。列車は間もなく北陸トンネルに入ります。全長 13.7 キロ、通り抜けには約8分ほどかかります。その間、一部通信会社を除きまして、携帯電話等の通信機器がご使用できなくなります。ご注意ください。今、爽快に通過しているこの駅が南今城。さて、現段階の南今城を見て、この優等種別が止まるというビジョンを思い描けますでしょうか。ちなみに、多分私の知る限りだと民家までかなりの距離が離れています。なんなら今城の方が栄えています。ちなみにこれ再現なんですけれども、僕がなんで阿波羅温泉発福井駅の電車に乗ったのかって言いますと、ちょっと携帯で調べ事してた時に、阿波羅温泉発福井駅の普通電車が敦賀駅の快速に化けたという情報を聞いてですね、ふとこの便、乗っている便を調べたら、どうやらその匂いがプンプンしてきたんですよ。なんで、じゃあ、阿波羅温泉発福井駅に乗って、そこから福井敦賀の快速に乗るという形、まあ、言ってしまえば、阿波羅温泉発福井列馬変わるだけの敦賀駅という快速列車に乗りゃええかなーなんて思ったわけでして、この車はだから実質、阿波羅温泉福井間各駅停車の阿波羅温泉発の快速電車みたいなもんです。そう、うまく言いくるめればそうなります。敦賀駅を出て約38分、公式では約40分で結ぶと言っていますが、ほとんどの快速がどうやら39分、まあ四捨五入で40分ですかね、乗っているこの快速も確か38分と、確か早い便だったのかな一番。そんなわけで1日で大変貌を遂げました。意味合いの異なる終点敦賀に到着です。今までの終点は新快速、一部普通列車だけで済んでいましたが、これからの終点は北陸本線、北陸新幹線、ハピライン福井の終点駅と当面の間になるわけですからね。かなり大役を背負っているような気もします。あ、隣に快速列車が1本待機していますので、乗ってきたのは回送電車に変わりますね。この快速には今後期待が高まるんじゃないかなって思います。さて、ちょっとやること済ませましてですね、さっきも言いました通り、ここから大阪方面へ向かいます。乗ります車は特急サンダーバード、6番7番にはもうその姿はありません。さて、彼らはどこにいるのか。そう、北陸新幹線が開業したと同時にできた在来線の新ホーム33番34番乗り場です。そこから新たに特急サンダーバード白鷺が発着するようになりました。広い敦賀の乗り換えホーム見てみたいけど、もう時間ないんです。ちょっと今日はね、お預けということで、もう乗る列車も待機していることでしょう。33番乗り場から出発します。ただ本当はこれ、もともとね、
34番乗り場からの白鷺号に乗るはずでしたが、いろいろあってもうサンダーバードでいいんじゃねえのってなったんですよ。なんでサンダーバードを選んだわけですが、先に言っておきますと、もうほぼ動画でやることは全部終わりましたので、ここで動画を視聴終了しても構いませんが、この先はちょっと自己責任があるかもしれません。少々あんまり僕個人としてはおすすめしがたいかなとは思いますね。本来の目的、この車とハピラインの快速を使って大阪方面へ抜ける時間を計るものでしたが、もう言ってしまうとできなかったんですよね。なんで打ち切ってます。正直この動画打ち切ってるところまではちょっとうまいこと形にしようかなっていうので制作させていただきました。19時44分、何事もなく新しくできた33番乗り場を後にサンダーバードの大群となりました。特急専用ホームを後にします。よう見たらサンダーバードで6編成なんか、えぐ。いつも見ていた地上からの景色が少々高くなり、街もほんのり遠くなったような気がしますね。新幹線の連絡特急となり、本日3月16日より運転を開始した特別急行サンダーバード、区間は縮小し大阪敦賀間の運転とはなりました。ただそれでも多くの人を乗せて運ぶ12両運転は変わらず、いやもしかしたらその輝きを新幹線に託したのかもしれません。敦賀を後にしまして、関西方面京都へと向かいます。目線が高くなった分、いつも近くに見えていた車庫も少々遠くなったような、いや遠くなっています。屋根が見えなかったんですもん、以前はね。確か屋根が見えるところでちょっと登っていってるかなみたいな、そんな感じだったような気がします。敦賀へ向かう各方面からの連絡線が下へ下がり分かれていくと、こちらの準備も完了と言わんばかりに列車は本格的に大阪方面へと向かい始めます。乗車時間が短くなりましたサンダーバードに白鷺号、特に白鷺は40分あれば終点まで至るとか、ノンストップで行っちゃうとか、いろいろとありますさかい、ここまで来るともう楽しめる要素っていうのは座席を中心に展開しなければいけないんじゃないかなって私は提案します。というわけでグリーン車の座席設備をご案内。簡単にレッグレストは靴を脱いでと履いての両タイプ、ドリンクホルダーも左手に備わっていまして、右にはインアームテーブル、展開することも可能です。その左側の方にはコンセントも備わっています。うまく使えば携帯パソコンいろんなことに使い放題。いやー用途がいいですね。無論ですね、カーテンも備わっています。あらこんにちは。そして今度上を見てみましょう。上には黒いものがポツリンと、これは読書灯、一つボタンを押せば明るくこんにちはとしてくれます。さてグリーン車乗っている理由なんですけれども、出航するポイントがあって、それは消費しないといけなくて、その消費にもう特急使うしかねえなってなったんですよ。ここに至るまでもいくつか使ってはあったんですが、あと最後もうこれで使い切るぞっていうタイミング、このサンダーバード、もとい最初は白鷺が選ばれてました。今思えばもしかしたら白鷺の方が良かったんかもしれません。湖西線を順調に改装しています。やっぱりこれぐらい飛ばさないとね、サンダーバード乗ってていいっていうタイミングです。こうして飛ばしていてふと外を見てみれば、なんと花火が打ち上がってるではありませんか。いや素敵、琵琶湖の空夜に打ち上がりし無数の明るき花火たち、あれもまた夜空を照らす光として夏に重宝される存在かと思いますが、どうなんですこの3月の花火って何だったんでしょうか。いろんなイベントの一種みたいなので打ち上がっているっていう風に聞いたんですけれども、どうなんですか、そういう一種のその時期限定的における特別なイベントのための打ち上げ花火だったんでしょうかね。おほーすげえ綺麗。それ結構ね
窓からも眺めることができます。無数に空に打ち上がる数々、いやーええー、なあこれ、いいことあるんちゃうのこの先。ということで列車は、あれもう着いたか、あ意外と早かったな、よかった。あれなんか変だな、京都にしてはなんか変な感触だが、え？そう、これが一番の理由なんです。なぜか私大月に飛ばされました。サンダーバード乗ってて、なんでこうなったかっていうと、ちょっと時を遡ります。ポワポワ、19時49分ごろ、 JR 京都線山崎島本駅間にて列車が人と接触しましたため、ただいま JR 京都線運転を見合わせております。まずそういう一報が入り、ただいま入りました情報です。この電車は京都駅の手前、大津京駅湖西線の大津京駅にて運転を一時見合わせる予定となりました。また大津京駅にてドアを開けさせていただきます。長時間の停車が見込まれますため、大津京駅にて一旦扉を開けさせていただきます。なお普通電車で京都方面お乗り換えすることができます。その際には特急券グリーン券は払い戻しさせていただきますってことになりまして、大津京にサンダーバードでやってくることとなってしまいました。ただ本当こっからすいません、ちょっと私も慣れない話するんで、耳障りになるかもしれないです。後ろでも話してるんですけど、後々分かったことがあるんで、もう改めてお伝えしていこうと思うんですけど、どうやら飛び込んだのがですね、親子やったらしいんですよ。こういうの言うの苦手やけど、お母さんと1週間のお子さんと、せっかくのもんや、だいぶ追い詰められてたのかなとか、いろいろと情報は不鮮明に出回ってはあるっすけど、それ以前に一個気になるのは、父親どこ行ったっていう話もあります。まあ、それもですが、まあ、そんなのは放っておいて、本当に支えてほしい人にそばから消えてしまったっていうのが生き金になったんちゃいます？大きな問題に繋がってお子さん産んで、さあこれからだっていう時に父親が消えて、そして産んじゃって私一人ではどうしようもできないから、この選択を取ってしまった。私の推測憶測なんで、これ以上はもう差し控えるんですけど、一瞬の選択だったらまあ選ぶんだろうなとは今の人間では思うんですけど、一瞬ならいいっすけど、あと考えたら絶対後悔するっすよ。もしね、こう今見てる人の中でこんな感じをしてる人は、視聴者リスナー様にはいないとは思いますけど、もし何かしらの苦境に、もちろんお金以外でね、立たされてるっていう場合、精神面で来た場合、大きな過ちのような、いい手段って後がない手段を取る前にですね、どっかしらの娯楽でも何でもいいです。自分にいいことを見つけましょう。娯楽で解決するんかはわかりませんけど、解決できるんだったらうち全面協力しますからね。それで減ってくれるならもうなおよしです。なんで、こんな最悪な選択肢は、一つ失ったからって言って取るのはやめてください。自分も周りの人間も誰も得しませんから。というわけで、企画もこれ以上進みたくないので、ここで、すいません、大月で打ち切ります。それでは解散。とりあえずカフェを出て、ないんだけど。こんなかったら本日だかな。